はい、今日もなだと百姓天国、本日は2022年12月15ですか。はい、よいしょ。さあ、片付けをねバンバンしているわけですけれども、よいしょ。私はマルチ剥がしをしておりますね。一気にこうやってね片付けると、こういう片付けはね一人でちまちまやるよりもこうやって大人数でね一切ガーってやっちゃった方が楽なのでね。さあさあ、私は地獄のマルチ剥がしね。よいしょよいしょ。オーガニック栽培、雪農業、灘台地獄のうちの一つマルチ剥がしですね。ただね、こうやってねある程度ちゃんとねうねまを管理できていればね、マルチ剥がしそんなには大変じゃないですね。これもね土作りをしていくとね、こうやって外れるようになるんですね。こうやってパカッとね、その意味でもね、オーガニック栽培はこうやって蓄積していくとね、必ず5年10年経てばね、その恩恵はね一回土ができてしまえばね、あとは楽なので、やっぱり、最初のね3年から5年はいくつかね苦労はあると思いますがね、私もこの地に来てねまだ1年しか経ってないので、もうちょっとね土作り頑張って、でも多分ね早くても5年経てばおそらく終わるんだと思うんですね。終わるということは要するに毎年何かを入れる必要もないしね、だから早くその状態になって、あとはねこうやって営農がしくしくとね野菜はできて当たり前ですので、ね、無農薬で野菜は当たり前にできるわけですから、ね、いちいち野菜作るのに苦労してたらね商売にはなりませんので、よいしょ。いいよっからね。よいしょ。で、オーガニック栽培っていう、そういう意味ではね、まだ希望があるのかなとね、毎年ね、観光のように肥料だ、農薬をね、使うことはないので、そういう意味ではね、最初の5年ぐらいはね、苦労するかと思いますが、必ず元は取れるんですね、オーガニック栽培というのは。ね。で、私がやってるようなこういうねある程度効率化を図ったねオーガニック栽培というものに取り組めば、まあ10年も経てばね必ず楽になりますので、それやってる人たちはみんなそうなんですよね。ある程度オーガニックでね10年やって飯が食えるようになればもうかなりねパラダイスでございますね。で、その間に売り先などのねしっかり確保すれば、これから生産者っていうのはねどんどん減っていくわけですからね。だからそういう意味でもその、ライバルは本当に減っていくっていう業界なので、うまくすればその地域でね独り勝ちできるということがね可能になりますのでね、いいんじゃないかなというふうに思います。よいしょ。今日はいい天気ね、冬晴れですね。
しょ。あ、撮影してましたね他のこと考えてます。よいしょ。でこのマルチをね、これ綺麗なやつを里芋の上に貼ります。貼り直しますね、もうちょっと寒くなってくるので、貯蔵の穴をね作りませんので、このまんまね里芋は来年の2月ぐらいまでね行くので、三重県はあったかいですからそんなにマイナス何度で行かないんで、このビニールマルチをね、あの普通にビニールマルチがある中に里芋あるんでね、その上にさらにもう1枚重ねれば多分大丈夫だと思いますね。それぐらいあったかいですからここら辺はね、千葉時代のようにあの大きい貯蔵穴をね作らなくてもいいよということですのでね。はい、よいしょ。またね今年買って防草シートね、でペグなどをねこうやって集めなくてはいけないということでございます。よいしょよいしょ。これせ、はい、ね、一回こうやって剥がすだけでねこうやってペグがしこたま出てきますね。はい、まだこっちもね防虫ネットをね、そのうちおそらく今日が12月10真ん中、来週ぐらいからねおそらくもう今日氷張ったぐらいまで下がりましたんでね、ただ日中はそこそこね13度4度ぐらいまで行ってますから、まだちょっと暖かいのでね、来週ぐらいからあの年末にかけてね、来週ぐらいから12月の年末にかけて防虫ネットをどんどんね剥がしていこうかなっていう感じでございます。そんなにねまああの何百本もないのでね、何十本ぐらいですからね、そんな時間かからないので、はい。でいよいよね、昨日春の白菜の種まき始まりましたけれども、これから路地でね春大根ね、のトンネル栽培ね始まってきますね。ということで、どんどんここから春の作付けが本格化していきますね。この場所をこうやって片付けてね、すぐトラクター入れて、それでジャガイモのね、ここもジャガイモね、多分ねほんのぬかを少しパラパラ撒いてね、あの雪化粧かぼちゃがねそこそこ出来が良かったので、ほぼ無肥料に近い形でねジャガイモできるかと思います。やっぱりねジャガイモをとにかく窒素分入れると草花病とかねいろいろやっぱり病気すぐ出ちゃうんでね、できればジャガイモはね無肥料栽培だから、やっぱある程度ね土ができたところで作るのが一番いいんですけどもね、とにかくジャガイモあれですよ、あのオーガニックでやる場合は窒素分入れたらダメですからね。はい、あの鶏粉とかあのジャガイモはあまり入れない方がいいです。昔僕も入れてたんですけど、あれはね自然卵養鶏のかなり発酵が進んだ鶏粉なのでねいいんですけど、だからね鶏粉って一概に言ってもいろんなものがありますのでね、あのその質っていうのをね考えた上でね、もし使うんだったら入れてみてください。はい、ということでございます。よいしょ。はい、以上です。それではまた。